ブニョロの旗2001年から2005年のブニョロと、県境ブニョロは、ウガンダ西部の歴史的地域で、バントゥ系のニョロ族の国を意味し、かつてのブニョロイコールキタラ帝国の直轄地の北西部にあたる。ブニョロイコールキタラ帝国は、神聖な王により治められ、ナルバーレ北西岸一帯を勢力圏としたが、ブガンダ王国がバナナ栽培や、 造下交易で繁栄すると勢力をそがれ、1830年代には南部がトロ王国として分裂し、イギリス勢の到来とともに南部をブガンダに奪われて、1896年にイギリスのウガンダ植民地に組み込まれた。当時のブニョロ王のカバレガは最高を目指して、たびたび放棄し1876年にはトロを再併合するなどしたが、 セメカクングルラに敗れ1899年、ブガンダのカバカムワンが2世と共に、セーシェルに流された。ブニョロの領域は、アルバート,コトーガンのみとなったが、ウガンダ独立後の住民投票により、無弁で地方西部は、ブニョロに返還された。首都は、ホイマから、マシンディ、ムパロへと移された。ブニョロの北は、アチョリ地方、東は、ランゴ地方、東南は、 ブガンダ領となった。ミルトン・オボテ政権時の1967年に、ブニョロは、他の王国と共に王政を廃止された。ブニョロの北部は、マーチソン滝国立公園が置かれていたが、イリアミン政権時代に、カバレが国立公園に改名された。1993年には、文化的指導者としての王政が復活され、1994年に、 ソロモンがフビサイグル一世が第49代、オムカマに即位した。ありがとうございます。